結婚前だったんですけど、私の誕生日の時に夫がこの時計をプレゼントしてくれたんですね。これはちょうど2003年にラストサムライが公開されるプロモーションの前に、アメリカで買ったんですね、ニュースのコメンテーターかなんかが取材に来たんですけど、一目でいいとこだなって言ってくれたんですよ。でそれはすごく印象に残ってますね。結婚前だったんですけど、私の誕生日の時に夫がこの時計をプレゼントしてくれたんですね。本当にカルティエのこのタンクを買おうかどうしようか迷っていた時期だったので、本当に嬉しかった思い出があります。